桜田門外の変。費用たちが旅立つ1年8ヶ月前、江戸幕府の実質的最高権力者、大老井伊直助は突如襲撃を受けました。井伊は朝廷の許可を得ずしてアメリカと開国通商の条約を結んでおり、それに反対する者たちを激しく弾圧していました。その報復を受けたのです。そしてこれ以降、幕府を中心とした開国党と外国を嫌う攘夷党が日本をめぐって戦いを繰り広げたと言われています。ご苦労だったマスラオ、これで新月藩への探索は中止される。からくりは祭りのために持ちうべし。祭りとは世を治むることなり。行列しちゃいけないのかよ。何が、見たことねえからくりだ、すげえ。どうやってあの湯気出すんだろう。あれが村を襲った一味かね。いえ、今の子供は迂闊に近づくことはならぬと、あれで黒桑どもはますます警戒します。ここは一度国に戻り、大岡社の命を仰ぐべきかと。親父様は我ら以外の木の民は全て滅ぼせと仰せられたではないか。俺はあの化け物カラクリを倒すまでは帰らぬ。わかりました。次の宿に先回りして一気に肩をつけましょう。
つらはどこだ。脇道はないはず。あんなデカブツを連れて山に入るとは。探せ。なんだか物騒な連中だな。いかだを組んで木曽川を一度下り、人目のないところで再び山に入る。そして改めて北へ、飛騨の高山を目指そうと思う。高山へ？ああ、私たちのお父さんから届いた最後の手紙が高山からなんだ。だけどさ、今もそこにいるのかよ。いるに決まってんだろ。なんでわかんだよ。それはわからない。それでもこれしか頼りはないんだ。父さんに会ってこれからのことを決めよう。決めるったって、いなかったらどうすんだよ。いないかどうか言ってみなきゃわかんねえだろ。言っていなかったらどうすんだよ。ベベラボー。眠くなったみたい。寝かせてあげてね、ヒヨ。なんで俺が。シスちゃんと二人で頼むね。え、私たちがイカダを作っている間、ホムラの番も頼む。何かあったら動かして隠すんだ。できるか。できるよ。本当？できるに決まってんだろ。なあ。鉄、気をつけろ。痛い痛い。見ろよ、ゼンマイが全部自動的に巻かれてる。馬で走らせてる間に巻き取る仕掛けになってるんだ。すげえぜ。こうしていればいざって時、ホムラをまた暴れさせられるぜ。なあ。なあじゃねえんだよ。なんでお前はそんなに平気なんだ。俺たちは帰るとこねえんだぞ。村はめちゃくちゃにされて、母ちゃんたちが、母ちゃんたちが殺された。言うな。おい、泣くなよ。またションベンか。はい、よせ。どうすんだよ、お前の弟だろ。あ、何すんだ。上部を乗せるカゴがあったろ。これに乗せりゃ泣き止むぜ。こんな簡単に。あ、動き出したか。どうやら。なんで人形になんねんだよ。調べよ。え、うわだぜ。まずい、怒らしちまったか。ずいぶんでかい顔だな。変なお侍。ん、もやせ。中からガキどもを引っ張り出す。おいおい、あんたたち、なんだいそりゃ。邪魔だ、殺せ。生き合ったのが不幸だったな、浪人。吹き出す狼は初めてだが、牙を剥かれれば野良犬は噛みつくぞ。なんだよ、どうしたんだよ。一応名乗っておくか。松山浪人、種田流槍術指南。やれ。原田佐之助。
カラクリの力堪能してもらおう。ナイスだ。手伝え。ただではおかねえ。あのオムは六蔵。おい、お主忍びか。なんだあいつは。うお。なんだ。どこまで行っちゃったんだろう。おお、すまんすまん。驚かせたか。まさかこんなにうまくいくとはな。それ。あ？それ。ん？あんたマスローさんの息子のヒオか？なあって、あたし女の子です。敵討ち？この原田佐之助も手を貸そう。手をかすってたって敵討ち。そうだ、敵は撃たねばならん。待ってよ、勝手に決めないでよ。奴らの非道を認めるのか。そんなこと。何もしないことは奴らを許すことだぞ。そんなことないよ。ならば、なすべきことは一つ違うか。あいつらは大嫌いさ。大嫌いだけど敵討ちなんて。なぜでき。だっていいか、たとえ子供でも立ち向かうべき相手に背を向けてはいかん。別にそんなことしてねえよ。そうだよ、敵討ちだよ。獅子、母ちゃんの敵を討つんだ。獅子、戻れ。何やってんだよ。もう俺がやりたかったのはそれなんだよ。え、敵討ちだ。確かに父マスラオの作ったものです。父とはどこで。もう何年になるかな。会ったのはずいぶん前だが、つい先日なんだか妙な便りがあってな。高山からですか。ん、いや場所は分からんが、子供のことをよろしく頼むとか言って気になってな、村に向かったんだが、確かにおかしなことに巻き込まれているようだな。お前さん、風神だな。風神。マスラオさんに聞いた。昔からくりの技術を戦に使うのをやめて木の民が全国に散っていった時、逆にからくりを武器にすることで戦乱の時代を生き抜こうとした集団があったと。やっぱり木の民なの。それなのにどうしてあんなことを。おじいちゃんやお父ちゃんを。我ら風神が天下を取るため。天下を取るって何よ。取りたければ勝手に取ればいいでしょ。私たちとは関係ないわ。愚かな、木の民の真の力に気づいていないのか。その時は来た。上位も幕府も我らのからくりには手も足も出ぬ。だが同じ木の民ならばお前たちのからくりと対等に戦え。だから彼らの村を焼き討ちしたか。私たちはからくりを戦いなんかに使ったりしない。それなのに。からくりは戦いの道具だ。お前たちもそうする。そんなこと。
んだって動かしたりしたんだ。だから動かしたんじゃなくて動いちゃったんだってば。俺だってびっくりしたんだから。ご迷惑をおかけしました。いや、話はすべて聞いた。はい。高山へ行くつもりらしいが。はい。その前にやることはないのか。え、敵討ちだ。敵討ち、敵討ち。そうだ、俺は逃げるのは嫌だ。敵に背を向けちゃいけないんだ。獅子、高山に行って父親に会う。わしも高山に行くのはやめた方がいいと思う。お主は？ああ、斉谷と申す。この子たちの父親の知り合いだ。父ちゃんの？どうして高山へ行くのはやめた方がいいの？ん？ああ、つまり時の巡りというかな。時の巡り？家族が亡くなってしまったのは悲しい。だが、お前たちが家を出たと考えたらどうだ？家を出た？巣立つと言うだろう。お前たちにはからくりがある。カラクリってのは大したもんだ。不思議な力を持っている。お前たちにできることはいっぱいあるってことだ。できること？お前たちにしかできないことがな。でも、じゃあとりあえずあの捕まえた人はどうすればいいの？捕まえた？あいつらを捕まえたのか？どこだ？馬のとこ。獅子、敵討ちだ。獅子、待て。おぉ、何よ。母ちゃんの敵！うおー、シスちゃん！母ちゃんの！やめて！何をしているの？これはカラクリのための道具よ。シスちゃん！やめろやめろ。縛られているものを倒してどうする。こいつら。シスちゃん、こいつ一人を倒しても仕方なかろう。仲間のところへ案内させ、そこで立ち会え。はいはい、物騒なこと言うな。敵は何人かもわからんのだろう。怪我するだけだぞ。こいつら人殺しなんだ。だからといって仇を撃てばみんな元通りになるのか。母ちゃんは戻ってくるのか。それよりも生き延びることの方が大事だろう。何を言う。ん？それでも侍か。男の命は損得で使い惜しみするもんじゃねえ。切腹。自分が正しいと思うことをする。失敗したら潔く腹を切ればいい。なるほど、金物の味を知った腹か。言ったぞ。え？わしゃ痛いのは嫌いだ、ということだ。案内してもらおうか。朝だ。朝になったら案内してやる。よし。きっ、愚かな奴らだ。わざわざ帰り討ちに会いに行くとはな。この原田というお侍は翌年に結成される新選組の隊長の一人です。それから斉谷というのは坂本龍馬がよく用いた実家の屋号です。この二人はやがて奇妙な因縁で結びつくことになりますが、それはまだ先のお話です。何見てるの？好きだ。ウサギかい？好きにウサギはおらん。だが綺麗だね。そうだな。ねえ、できることって？ああ、俺たちにできること。お前、マスラオさんの息子のヒヨウか？うん。そうか。マスラオさんに会った年、わしは黒船を見た。あれ以来、異国人が日本と条約を結びたい、商売をしたいと言ってずかずか上がり込んでくるようになった。ん？黒船に異国人を見に行った時に手に入れたんだ。黒船見たのか。多分異国人のおじいさんがくれたんだ。なるほど。異国人は好きか？あ、どうして？いや、異国人を嫌って殺し回る攘夷という連中がいるからな。
俺、人殺しは大嫌いだよ。そうか。そうだよ。そうか。しかしな、攘夷を唱える者たちの言い分も一理ある。幕府はもうボロボロだ。役に立たない幕府なんかなくしてしまった方がいいと思う連中がいてもしょうがない。じゃあ攘夷も幕府もなくなっちゃえばいいんだよ。そうか。そうだよ。なるほど。でさ、うん、できることって、あ、俺たちにできること、ああ、お月様にでも聞いてみな。お月様。ああ、言って。これ以上見ていたらあなたを傷つけたくなってしまうから早く言って。甘い連中だな。ダニー、いや、なんだあれ。いや、姉ちゃん。六蔵、ご苦労だったな。来やがったな。マユ、まさか館狼まで出すことになろうとはな。俺たちと穂村の冒険は続く。獅子のベンベラボー、あいつ母ちゃんの仇を取るんだって原田さんと一緒に行っちまったんだ。追っかけた俺たちの前に蒸気からくりを使う強い奴が現れる。やってやるぜ、からくり勝負。次回、からくり記念飛翁戦記第4話、勝つか負けるか嵐対飛翁。からくりはちょっぴり歴史を変えるかもね。